そういえば先輩、聞きました？何を？なんか、あの渡部健を復帰させようとしてる動きがあるそうですよ。いやー、あんなになっても救う人がいるんですね。あ？何？その話。先輩？渡部が復帰なんて、そんなの許されるわけないじゃない。今すぐ潰すわよ。人力車に所属し、すれ違いコントというお笑いジャンルを確立した凄腕コンビアンジャッシュ、そのツッコミ役たる渡部健。彼は多くのレギュラーや総合司会などを務め、趣味の食べ歩きが高じてグルメ家としても大活躍。特に後者では芸能界のグルメ王と呼ばれるまでに至り、その信用は非常に高かった。さらに驚愕的だったのが、日本一とも言われる美貌の持ち主佐々木希との結婚。この件で渡部健という存在は彼の芸能人生の中で最高潮まで高まったと言っても過言ではないだろう。それを彼自らがぶち壊した。2020年6月。嘘でしょ？嘘だって言ってよ。全部事実です。ごめんなさい。ただの不倫ならまだしも、やり方信じられない。なんで？でもじゃないけど、今は受け入れられないわ。本当ごめんなさい。未だ記憶に新しい渡部健の多目的トイレを使用しての不倫。不倫プラス最低最悪のマナー違反をしたことで、世間はこれ以上ないほどの大バッシングを渡部に浴びせた。単純に不倫もムカつくけど、日本一の美女を捕まえておきながらってのもマジムカつくわ。謝罪会見も行ってないし。私だってムカつくわよ。多目的トイレを緊急で使わなきゃいけないことあるのに、あんなことされてたらって考えると気持ち悪くてしょうがないわ。しかも不倫にしたって相手女性をないがしろにする内容だし、もうあんな人見たくもない。芸能人の不倫は往々にして嫌われるものだが、かつてこれほど嫌悪感を持たれたことはあっただろうか。中には渡部をおぞましいと顔をしかめる人もいる。一気に地の底に落ち、最低のレッテルを貼られてしまった渡部。もはやこの時点で復帰は絶望的だろう。実際敵は随所に存在している。2020年11月。それが明確に分かったのは、やはりあのガキ塚復帰事件だ。おい見ろよこれ、なんか渡部が年末のガキ塚でみそぎ枠として出演するらしいぞ。嘘でしょ？まだ誰も許してないよ渡部のこと。まさかの何者かによる出演リーク。しかも具体的な内容がしたためられた台本付き。6月に騒動を起こしたにもかかわらず、この時点でも公の場で謝罪していなかった渡部だからこそ、ガキ塚復帰説は火に油を注ぐ結果となるのだった。うやむやにしようってことなのかしら？だとしたら小賢しいにも程があるわ。だがもともといじられ役でもないから、渡部いじってもあんま面白くならない気がする。世間の悪感情を引き出すだけでしょ。結果的に渡部のパートはお蔵入りとなることが決定。そしてこうした件があり、渡部はついに初めて謝罪会見を行った。本当にバカなことをしました。申し訳ございません。今回の会見のタイミング、出演の情報や降板など様々な出来事が重なっていると思えるのですが、何か意味はあるのでしょうか？すみません、ちょっと意味はわからないですけど。この会見が良かったか悪かったかで言えば、悪かったとしか言えないだろう。遅すぎる会見に渡部のつかみどころがなく、はっきりとしない受け答え、そしてリポーターたちの悪辣じみた質問など、全てがグダグダ。渡部の違約金問題では、全て支払いはさせていただき責任を持ちましたと言っていたが、別の報道では事務所が建て替えたという情報が出てきており、会見で嘘をついた疑惑が浮上。最終的には世間の悪感情は何ら変わらないという、なんとも虚しい結果に終わるのだった。復帰は無理なのかな。
渡部の不貞騒動やガキ塚リーク騒動など、世間が渡部に対して悪感情を多く持っていることはもう分かった。では同じ芸人仲間などはどうだろう。残念ながらこちらも同じ。渡部を救おうとする仲間は異常なほど少なかった。俺さ、今日の人力車芸人 SP で渡部復帰すると思ってたんだけど、しないんだね。小島は救ってあげたりしないの？俺が？なんでですか。もともと仲良くありませんし、そもそも会見もしてない、みそぎもしていないのに収録してたのだってどうかと思いますよ。俺は陣内さんに相談して、あいつに会見するようメッセージも送ってたのに。復帰の予定について何も話し合っていないという小島。それだけ相方に対して呆れと無関心を抱いているのだろう。救う気配が全く見えてこない。あの松本人志も SNS で当分共演なしという始末。他の仲間からは、あいつ高校野球芸人って言ってるけど、地方大会は後輩芸人に朝から並ばせておいて、自分は悠々と現場入りしてるからね。しかも支払うお金は新幹線代だけ。あのグルメや映画とかの情報ぶってるのだって、実際の調査は後輩芸人がやってるからね、などと大暴露。騒動も合わせ、これらにより渡部は様々な業界から追放されるのだった。誰も手を差し伸べてくれない以上、スキャンダルに厳しい日本で渡部一人で復帰するのは不可能に近いだろう。ただそんな中でも手を差し伸べた者がいた。それが行列で進行を深めていた総合演出の高橋氏である。今度行列の GWSP に出ない、俺に復帰計画があるんだ。本当ですか。高橋氏による渡部の復帰プラン、この手を取れば渡部も復帰できたのかもしれない。しかし結果は、渡部が復帰なんてそんなの許されるわけないじゃない。今すぐ潰すわよ。穏やかじゃないですね。そんなにあの騒動が許せなかったんですか。それもあるけど、今がやり返すチャンスなのよ。これまで散々傲慢な態度取られてきたんだから。前なんて初めての打ち合わせなのに鼻ほじったり適当な相槌打たれたのよ。失礼にも程があるわ。怨念がすごいですね。結局内部者しか知り得ない行列出演の情報もリークされ、渡部の出演は見送り。明らかに攻撃のためにリークしたとしか思えない。さらに同時期、渡部が密かに行っていた豊洲でのみそぎバイトも内部者による垂れ込みだそうで、いかに渡部の人望がないかがうかがえる。心が折れた。もう誰も信用できない。今や渡部の名前が出るだけで嫌悪感を示すメディアや世間の人々。また実を言えば、佐々木希の事務所も渡部には激怒しているのである。豊洲のバイト、誰にも迷惑かけないって言ってただろ。それがこのざまだ。謝罪会見の件だって望みの要望があったからサポートしてけじめつけてほしいって言ってたのに、先走ってガキ塚収録するし、あんたが動くたびに望みの名前が出るんだよ。これから望みは仕事増加するんだから応援していきたいって言うのに、イメージ毀損してるって言われてもしょうがないんだぞ。申し訳ございません。働かなきゃよかったです。やることなすこと全てが裏目に出てしまう渡部。ついた悪すぎるイメージを払拭することも難しい。幼い子供もいて、のぞみが家計を支えているのが現状の渡部家。しかも今年はのぞみの6年ぶりの舞台出演も決定している。彼女のイメージ低下を防ぐためにも、しばらくの間渡部は専業主婦として家族に尽くし続けるのもいいのかもしれない。